よちょよ、ライジョンです。そして、お疲れ様、スラットです。ありがとうございます。ヤンコ大清掃コラボ第2弾。第2弾。ヤンコラボ第2弾です。はい、来、はい、ました。はい、ってことでね、今回も、ラットと勝負していきたいと思います。真剣勝負。ってことでね、はい、やっていくんですけど、はい、ヤンコの激ムズ、はい、超難しいらしいです。はい、らしいですね、はい。でも俺らもね、結構もう3年ぐらいね、ニャンコを真剣に、まあ、めちゃめちゃやってるっすよね。真剣に向き合って3年ですよ、はい、なんで、まあ、クリアできるだろうっていうところなんですけども、うん、今回もねよりクリアできなかった方か、はい、罰ゲームがあります。え、何するんですか？全裸。今回の罰ゲームは激辛チップス。うい、ライクさんの苦手な激辛ってことでね、前回は激辛ペヤングが罰ゲームだったんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。で、ね、お互い激辛ペヤングを食べ合いました。あ、違う。同点だった。同点だったので、お互い激辛ペヤングを食べ合いました。食事してなかったっすか？戦友なんすよ。一人だけなんか激辛ペヤングで蒙古タンメン食ってさ。同じですから、蒙古タンメン。普通に。いや俺の方が辛かったまであるけど、鬼辛かったっすからね。ただのご飯でしたからね、あれ。でもなんか噂によると激辛ペヤングの100倍恐ろしいです。無理だ。蒙古タンメンの、まあ、蒙古タンメンの50倍ぐらいかな、じゃあ。ってことは俺の方が辛くなかったみたいな、やめてください。どう考えても激辛ペヤングと蒙古タンメン本当に差違うっすからね。前回とまあルールは同じで、制限時間30分でどこまでいけるかっていう、うん、はい、ところをねやっていきます。これ引き分けだったら、いや、もうすごい嫌です。前回それ引き分けだったんだね。すごい嫌です。引き分けで2人とも食うっていう現段階だと、ちょっと前までライキさんと競ってたんですけど、ちょっとライキさん強くなったんですよ。で、僕結構今日はもう食う覚悟を持ってきてます。どうせ俺食うんだろうな。だから俺は頑張って引き分けにしてライキさんに食わせるように、どうにか引き分け食わせます。絶対に勝ちます。ということで、じゃあ30分やっていきますか。やっていきましょうか。はい、レッツゴー、レッツゴー。さあ、というわけでこのぐらいね、沼の底からというこのステージを30分でどれだけ多くクリアできるか、競い合っていきます。で、前回30分で本当もう後半の5分とかでギリギリクリアできたみたいな感じだったんですよね。で、今回は別のステージで1回も挑戦したことなくて、まあ、どんなステージかもわかんない、何のキャラがいるかもわかんないんですけど、まあ、一旦安牌な、はい、俺のこのお気に入りパーティーで、まあ、行きながら、ちょっといろいろいじってね、はい、今から30分挑戦していこうと思います。で、アイテムも、もう全部使います。はい、まあ、最初はどんなステージかを見極めるのも大事だと思うんですけど、まあ、確実にね1個勝てればいいかなと思います。というわけで、まあ、一旦ね、はい、まあ、これは全然負けて当たり前ぐらいな、相当難易度むずいと思うんでね、言います。ほんとちょっと罰ゲームだけ嫌なんでね。で、今回これは相手のキャラ、水のやつはエイリアン属性なんですよ。エイリアンはね、僕結構得意なんですよ。なんかいろんな、もうほんとに3年高3年ずっとやり込んできたんで、なんかいろんなエイリアンと他なんだ、ワープ系と、まあ、いろんなやつ見てきたんですけど、古代とかエイリアンめっちゃ得意なんですよね、俺。なんか見たことない、初めましてのカッパみたいなの来た、まあ、ゾンビもちょっと厄介だが、もし初見でクリアできたら結構熱いっすね。さすがに無理だろうなと思いながら、あ、このカッパが強いのかな。で、今回このパーティーにはエイリアンに強いのが、まあ、いないっちゃいないんですよね。まあ、この白御霊と白キャスリーがちょっと強いかなぐらいで、あー、なるほどね、カッパあー、わかりました、わかりました、わかりました。これは最初はどんなステージか知らないんで、初見なんで仕方ない。さあ、ボス残り8割、今のが、まあ、ボスですよと。さあ、まあ、これを踏まえてパーティーちょっと組んでいきます。いや、何がいいか結構悩むんですけど、まあ、見たま、エイリアンと、まあ、対白に強い、白属性に強い黒ダルと、なんか、対特化系入れたいっすね。まあ、エイリアンに強くしとけば、なんとかなると思うんで、まあ、これで、ちょっと2回目、はい、行きたいと思います。ちょっと時間制限30分なんで、結構急ぎます。1個はクリアしないとね、
さすがに激辛食うことになると思うんで、まあ、まずここはさ対策したので、このカンガルーは結構イージーかなと思います。時を止めながら、いやいいね、猫サテライトと、俺のお気に入りキャラ漂流機ですね。もうエリアに期待して最強です。で、こっからあの強いやつが来ますね。こいつっすね。こいつを黒キャスト、黒ダルタニャン、ダルターニャン、ここでしばきます。いや、めっちゃいいか。で、白身玉はカッパー以外に強いですね。相手のカンガルーとかに強い。お願いします。逆にこれで勝てなかったら結構ね、罪とまでいかないけど怪しくなってくるんでね。いや、壁をもうちょっと増やしてもいいかもね、もしかしたら。なんで突破されてんだろうな、これ。怪しい香りがしてきたよ。怪しくなってきた。ちょっと待って、さっきとあんま変わんねえな。やっぱカッパが強いんで、白身玉じゃなくて黒身玉でカッパの動きを遅くします。で、アイテムを使うのを増やします。ニャンピューター、はい、これでオートになってくれるんで、まあ、盾とかをね早く出してくれるようになります。一回切って、じゃ序盤貯めます。お金貯めます。お金貯めて、あと20分ぐらいかな、20分ある。まあここはいいんですよね。あんま早く倒しすぎるとお金がたまんないんで、控えめでいい。まあゾンビもそんな気にしてくっていいですね。さあこっからっすね。さあフルでいきましょう。いや、これ黒身玉出さないとやばいかな。一回お金貯めて黒身玉を出してきた。いや、これあるある。で、あとはもう無限に壁を出してくれるニャンピュータからの、いや火力高いっすねこれ。波動持ちか。あ、気づきました。3回目ぐらいについに波動っていう結構火力高い技をね使ってきてますね。これ、これで全然違ったらどうしよう。いや、でも耐えてる、あるぞこれ。ここはすんなり勝ちたい。来た、完璧です。まあ、今回良かったのは黒身玉の採用と、まあ、ニャンピュータで壁を無限に、はい、出したことですかね。よしよし、まずい。や、ここはすんなり行く予定だったんで、からの多分次がね出てくると思うんですよ。絶的なね、絶ほのぐらいのマラソンからここ行きましょう。で、待って、条件がある。基本キャラレア、超撃レア、伝説レア、縛りがあるんですね。で、あー、使えないやつがいると。うわ。で、多分敵は結構似てる系だと思うんですよね。だからそれ以外で対エイリアンに強くしてって感じか。壁キャラちょっとだけ増やして、まあこれだとちょっとエイリアンに弱いかなーって気もするんですけど、他のキャラがいねえ。まあ一旦安牌な俺の大好き白キャスリー入れていきます。これでいけると思うんで。さあ残り15分いきます。いや、ここクリアすればだいぶ引き分けどころじゃない、勝ちが近づく。さあ同じっすね、またエイリアンだ。ここは俺のパーティーエイリアンに強くしてるんでなんとかなります。え、待って、クロキャス、ああ、ニャンピューターが勝手に入る、ふざけんな、なんで。いや、ここは耐えてちょっとお金貯めます。さっきよりも敵が強くなってる。お金貯めて、いや、いいね。ゾンビ、いや、めっちゃ一緒、マジで同じ。これ歩くね、からの黒身玉でさ、カッパを遅くしながらの火力ダルターニャと、さあ縦無限、え、これクリアあるぞ、マジである。だってさっき結構余裕だったくね。漂流機がいないのだけ心配かな、それ以外は全て強い。いやー、止まってくれ。波動持ちのやつ持ってくればよかったですね、対波動。いや、頑張ってる、耐えてる。いやー、俺の盾が、
うわー、最強のキャスリーたちが行かれた。いや、これ奇跡的に耐えれないか。いやー、惜しいか。いや、惜しいな。いや、惜しい惜しい。まあ、こんぐらいじゃないとね。勝っちゃったら。残り 50% でしょ。うわ、ちょっと待ってよ。これ、漂流機がいない分、相手のカンガルーと、まあ、あとカッパっすね。こんなにいらないな、超激レア。盾欲しいな、安めの。あ、で、波動対策のキャラも、これ、使えねえわ。激レアキャラなんで、制限かかってて使えないと思うんですよね。え、待って、使えるわ。まさかの激キャラ使えるっす。で、これが、この猫タコツボが相手の波動、まあ、強いダメージ、攻撃を結構無効化できるんで、これいけるんじゃね？これにします。遠距離火力結構大事な気がするんで、猫パーフェクトにします。言いましょう。勝てば、免れます。お願いします。まあ、ここまではさっきと一緒です。耐えてですね。まあ、問題は、まあ、カッパが強いんですよね。うん、足止め系を多くするか、もう火力で突っ切るかみたいなとこがあるんですけど、火力だと結構限界がある気がするんで、まあ、足止めして、まあ、ちまちまやっていきたいな俺は。で、このメラバーニングが対エイリアン強いんで、まあ、メラバーニングと、黒御霊で相手のカンガルーとボスをゆっくりにしながら遅延かけながらの、さあこれここでゆっくりにしながらの火力も添えて、さあニャンピューターを起動させて盾を出しまくってあるよこれ。起こしてない。いやー、あのカンガルーが強い。いや、これ突破されると終わる。いや、ここの黒ダルゴール熱い。いやー、カッパが近距離が、いや止めてる御霊。いや、絶対あとちょっとないよ。お願い、マジあとちょっと。これ通せばある。火力、うわえ、マジである、マジで、マジである、ほんとに。あとちょっと。あとちょっと。絶対あとちょっと。ガチローっすよ、これ。お願い。カンガルー倒してお金貯めてもいい。うわ。いや、マジであとちょっと。うわー、これマジちょっとっすよ。20% とかじゃない。あ、45%。詰んだ。ちょっと、俺が持ってるキャラで、どうやって勝つんだ。さすがにね、最初のステージは、ライクさんもクリアできると思うんですよね。で、ここをクリアできるかできないかが、勝敗を分けます。相手火力高いんだよな。あ、波動打ち消すんで、ちょ、猫マシン連れていくか。ちょ、炎を使います。まじ、少し前に出た新キャラなんですけど、ここかな、活躍するときは。あんま使ってなかったんですけど、ラスゲです。火力高めにしました今回。お金貯めて御霊で遅延しながら、もう炎と黒ダル、そして猫パイプとの火力でご了承。危ない、気抜いたらこの危ない、カンガルーにスピードアップ怖いんで、遅くしちゃったりするとめちゃめちゃ遅いだ。頼む、本当に運命が普通に嫌だ。一からだけ勘弁、食べさせたい。いや、頑張ってる。お願い、やばい、炎を使う前に終わってしまう。いや、だって耐えてる、マジで耐えてる。お願い、全然俺の炎は、いや、ちょっと熱いか。いや、誰耐える、熱い、頑張れ、熱い、待って、めっちゃノックバックしてる。いや、黒誰耐える、いなくなった。うわ、やばい。ああ、
やばすぎ、待ってこれ、もう一回やればいけるか。うわー、最後一番惜しかった。うわマジか、うわマジか、うわー、待って、あのこの勝負だと一個クリアの、まあ、次のステージ失敗っすね。いやー、ちょっとどうにかどうにか、あのライキさんがクリアできないのに祈ります。はい、ということで、お、終わりました。終わりました。はい、じゃあね、結果発表、はい、していきましょう。じゃあまず俺からしてほしい。 お願いします。このぐらいの底からはクリアできました。はい、ただ舌が強すぎました。これ怪しそうなんだよな。ダツさんは、え、ということは、はい、最初はクリアして、その次はクリアできなかったと。いやマジで強すぎた。なんで強すぎたって言い方、どっちなんだよこいつは。じゃあ僕は、はい、まず最初はこのぐらいで、まだそこから、はい、あ、意外といけんな、あ、意外といけんな、これクリア数一つ。絶このぐらいのそこからは意外といけねえな、いけねえな、意外といけねえな、でも俺強くてよかったっていう感じで、あのその後の実はでクリアしました。2個目の絶からのその次の絶もクリアしました。ああすごい。ざけんなざけんな、今おい引き分けだったよ。え、3つクリアしたんですか。3ついけました。時間余った、なんなら。いやマジのギチギチで、その俺最初のやつに20分ちょいかかった、あのカッパ倒すの。マジ強すぎて、カッパ10分で勝てたぞ。マジか、俺あれ20分かかって、本当にその後同じ編成で行ったらいけた。3連ちゃん波動じゃなかった、俺も波動対策で入れたら、なんか貫通してくるぞ。対策してんのに対策できてねえこれって、ドルキャスしか耐えてねえぞってなって。ということでね、激辛チップス相当なんか100倍辛いらしいんで、死ぬ死ぬ100倍は死ぬ。またね、手に入れて、はい、はい、食べる様をね、俺見に行きます。ああ、全然お酢分けしに。なんか4種類セットみたいなのあったんで、はい、いや、ヨーグルト差し入れに行ってきます。本当にお願いします。はい、はい、ということで、負けたので罰ゲームの方をやっていこうと思うんですけども、その前に一つ報告があります。はい、なんとにゃんこ動画今日で最終回です。最初に言えよってとこだし、拍手でもなんでもないんですけど、まあ今日をもちましてにゃんこね、まあわかんない、一旦の終わりとして、はい、今日で最終回です。なぜかっていうとこなんですけども、まあ説明難しいんですが、昔僕はね、あのにゃんこを作ってるポノスに所属してたんですよ。はい、まあ、ここにもねあります。今スポンサーとしてね、ファブに所属してる僕とライクさんをポノスがね、応援してくださるっていうのを形に表してスポンサードしてくださってるね、大変ありがたいことなんですけど、まあそれがね、ちょっと一旦終了するというわけで、まあ喧嘩したとか別にそんなんでもないんですけども、まあ一旦の区切りとしてね、はい、終了ということで、ここのね、ポノスもなくなります。悲しいんですけど、まあでも普通に考えてありえないことをしていただいてましたね。そのクラロワでチーム戦で、ポノスに所属していたんですけど、まあそれがね、まあ終わっちゃった、チーム戦が終わった、リーグが終わったっていうのがあって、まあ言ったらポノスからいなくなってファブに来たのに、その後もね引き続き応援してくださるっていう、本当に約3年間ありがとうございました。本当に普通じゃ考えられない気をします。まあ昔は本当ライバルでしたからね、ハブポノス、今はこうなんか一致団結してました。というわけで、まあ、にゃんこね、約3年動画、ゆっくり上げて、まあいろいろありましたね。めっちゃガチャ紐引いたし、ストーリーも言ったらメインストーリーもね全部クリアしたしね、本当あと降臨系もうちょいちょいクリアできなかった、今回もねあと7分ちょっと悔しいんですけど、まあ、またねゆっくりね、はい、進めていってね、またねこういう機会がねあればね
すごいありがたいなと思いますんで、罰ゲームやっていきます。はい、こちら、はい、じゃじゃーん、18金チップス、はい、Amazon で買いました。1000円しました。すげえ色してんの、めちゃんこなんか危ない色してます。赤ピンクですね。はい、こんなピンク色あんま見たことないんですけど、まあ、ピンクは200種類ありますから、はい、開けていきます。辛すぎますので18歳未満の方は食べないでください。年齢は大丈夫だけど、ちょこんな開けるの苦手なんでね、破壊します。中にはポテチと、なんかこの辛いやつらしいですね。はい、辛い粉、これ何これ、これ、お、もう全然普通のポテチ見えるかな、マジ普通なんですよね。はい、デフォです。食べちゃう。で、罰ゲームはこれを全部食うらしい。 80g 結構あるな。お、塩が振られてないポテチ、全然普通に食えるな。これでいい。もうまたかって感じはするんですけど、全然得意じゃないんですよ、辛いの。よし、辛い粉を入れました。で、これを振ります。はい、混ぜます。うわー、めっちゃ粉がついてんのよ。はい、カレーパウダーがつきました。前ペヤングのごく激辛1時間かけて食べれたんで、でもほら、うまそう。うぅ、いきます、いただきます。一口でいくね。痛いって書いてました、痛辛。あぁ、あぁ、あぁ、はい、痛いです。あ、あぁ、あー、あー、これ無理だ。あ、めっちゃ残るわ、辛さが、痛さと。あー、もうなんかお腹が、はえー、これやばいわ、いってー、食べるのすらしんどい、やばいぞこれ。これ残りががやばい、これ。完食。ごちそうでした。ギブアップ。